はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ピグモン様、ヤムナシ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日新松戸駅で政治活動してまいりました。お手伝いいただいた方、見物にいらしてくれた方、お声掛けくださった通行人さん、ありがとうございました。支部長閣議もお疲れ様でありました。松戸市議選ポスター貼りボランティア募集であります。車、バイクもを出してくださる運転手さんと乗組員さんを募集いたします。運転と貼り作業を一人でやるのは大変なため、であります。あとですね、車すぐ動かせないと、1台しか通れないような場所にある掲示板なんかもありまして、道塞いじゃうような形で、運転手さんがポスター貼ってんのもちょっと大変なので、乗組員っていうか助手っていうか、そういう方がパッと行ってですね、貼ってきてですね、戻ってきてですね、で、あれかな、その間運転手さんがナビを次の住所を打ち込んだりっていうようなことをやってますんでね。11月13日日曜日10時新松戸駅西側にご集合をください。車止めれるロータリーみたいなところありまして、新松戸駅の西側にね、チーム分けの都合がありますんで、ご参加いただける方はお名前と車両の有無を靴沢良治@gmail までご連絡ください。よろしくお願いいたします。車が10台集まったら10班に分けてですね、松戸市議選は660箇所あるっちゅうんですよ。ポスター貼り、10班だったら66箇所ずつ、地図とか場所とかの住所分けてみたいなチーム分けの都合ありますんで、事前にご連絡ください。よろしくお願いいたします。岸田内閣、外国人生活保護はやめない、今はやめないとする答弁書を閣議決定しておりました。朝日新聞が大喜びでそれを報道と。ネットの反応です。どこにそんな金あるんだ。これじゃ岸田はもう終わりだな。最高裁でも違憲って判決って言ってなかったっけ。自活できない外国人は国外追放がグローバルスタンダード、やでー。腹立つし悔しいし、やりきれんし情けない。かかったコストをその国に請求するぐらいのことはしろよな。選挙の前にそれ言えんの、いうような意見ありました。岸田内閣終わったな。いつものように検討するとか、今はやめれないけど検討は続けるとか言ってればいいものですね。断言しちゃうとはね。政治センスないですね。こんなこと言うと国民がどう思うとか、なんていうのかな、人の気持ちがわからないというか、サイコパシーなとこないっすか。岸田内閣、外国人生活保護はやめるべき理由なんですけど、いっぱいありますけどね。制度として外国人の生活を保護しているバカな国は世界中どこにもない。外国で日本人が困っても助けてくれる国ないのに、日本が外国人を助けてるのは一方的で不公平すぎる。憲法全文、日本人の日本人による日本人のための国政に反する。入管法、自活できない外国人は入国できませんよに反する。外国人生活保護に法的根拠はないと最高裁判決が出ている。法的根拠のないものに公金を費やすというのは法治国家としてどうなんだって話ありますね。帰るべき祖国がある外国人と日本以外に居場所がない日本人とは区別すべき。困窮外国人は祖国の大使館や領事館に相談すべき。なんで市役所や区役所を目指すんだ。あとね、帰国をなんで考えないんだ。日本人がですね、例えば外国で生活に困ったら、体壊したとか、事故で障害持っちゃったとか、そうなったらね、帰国を考えるのが普通ですよ。なんでその国の市役所区役所を目指すのか。あとは日本大使館に相談したりしますよね。これこれこういうことで、生活困っちゃったんですけど働けなくて、なんで
日本にいる外国人はそんな当然のことやんねえで、日本の市役所区役所を目指すんだ、大使館と領事館は、ちょっと、こっちに先に相談して、なんで言わねえんだ、このことが世界に知られれば働きたくない怠け者や無能外国人が日本に押し寄せ混乱する。選挙で選ばれたわけでもない厚生省社会局長の通知に選挙で選ばれた議員や議会が従ってるっていうのは民主主義って呼べんのか。民主主義的に決まったもんでも何でもないですよ。71年前の通知一本、通知にある当面の措置っつって71年間やってんのおかしいだろ。当面なんだ。いつまでやってんだ。日本人の税金が外国人のために使われることに腹が立つ。まあまだまだ理由はありますけれども、これがですね、日本改革党が外国人生活保護やめろ廃止しろ、って言ってる理由であります。山本太郎ほか左翼どもはこれらに反論できないからかわいそうだからとか人道でとか尊敬される国になりたいとか情緒的なことしか言えないんですよね。そんなかわいそうだったらおめんちで面倒見ろ、おめんちで引き取ったらどうだ、言ってやりましょうね。国連の自由権規約委員会が日本政府に人権擁護委員会を新設しろって内政干渉をしたことについて自民党相沢一郎を重く受け止めます。とか投稿しちゃって、同じ自民党の小野田君参議院議員に、仮放免目的で自らハンストなどで体調を崩す例もある、早期送還が筋ではと反論しておりました。小野田議員によればですね、食事も医療行為も拒否しろって入れ知恵する日本人の活動家どもがおるんだって。それ真に受けて具合悪くなればこっから出れっから見る、それ真に受けて、ハンスト、まあ食事と医療行為治療を拒否してとうとう亡くなっちゃったなんて女の人もいましたよね。日本人の左翼活動家にとっては日本が混乱して自民党を叩く理由ができればいいから、そうやってそそのかして、なるほどっちって死んじゃった人のことなんかはどうでもいいんですよね。まさに人間のクズ。ネットの話です。さっさと強制送還、自由権規約委員会が面倒見てやれば、おめんちで面倒見ろ、そんなかわいそうだったらよ。相沢一郎、何このポンコツ。国連って中国やロシアがでかい面してる組織だろ。難民ならともかく不法滞在者を保護する機関ってなんやねん。不法滞在者、不法入国者は犯罪者なんだから人権はある程度制限されて当たり前。その国行きの船に乗せれば金かからんで送還できるよ。ナイスアイディア、ナイスアイディアですね。犯罪者には問答無用の対応でと、まあ入管に収容されてるって犯罪者ですからね。不法滞在、不法入国、相沢一郎68歳、12期当選の大ベテランなんですけど、もう若い時から議員やってんだろうな。年ばっか食って何も分かってねえな、大バカ野郎だなと分かっちゃいましたね。じいさんも父親も衆議院議員なんだって。ほんとろくでもないですね。人権機関は日本人弾圧機関だし、それの設置を要求ってね、独立国に内政干渉してんじゃねえよ何様だ。まず議員だったらここに怒るべきであって、何内政干渉してんだよ。独立国に向かって何様だ、何が重く受け止めますだって話だよね。その内政干渉ですね、重く受け止めるってバカ以外の何者でもないですね。こんなやつ議員やらしてていいのかな、68歳。国連の委員会は賄賂で動かせるろくでもねえ組織だし、金さえ出せばどんなことでも言ってくれるとこだし、そもそもね、国連人権委員会の理事国に中国、ロシア、パキスタンが入ってるって何の冗談だって話なんですけどね。国連イコール戦勝国連合は日本の敵であるって、これが分かってないんだもんな、年ばっか食ってな。靴沢の動画をご覧になって知識を蓄えている方は、相沢と同じぐらいの年齢の方でも情報格差、知識格差が相沢とはものすごいことになっておりますね。きっとね、相沢の秘書や事務局や講演会も似たような情報弱者ばっかなんでしょうな。まあ、絶望しちゃいますけどね。だって何も言ってやんねえからこういうバカが出来上がるんでしょう。物知らず。こいつみたいな何も知らない、なあ、もう分かってないよね、与党上弱議員は
早く引退してもらいたいですよね。で、あの小野田さんみたいに情報通分かってる人が増えてほしいですよね。愛沢は小野田さんの爪の垢もらって煎じて飲むといいんだよな。ちょっとね、あのバカが治るように。今日のその他のニュース、日本と日本人の敵公明党が牛耳る国交省、車検手数料値上げだそうです。いやー、デジタル化に金がかかるもんで、デジタル車検証ですか、車検証の電子化、非難合合でありました。デジタル化頼んでねえし、国交省の都合でデジタル化するなら国交省がやりくりして予算を都合するのが筋でしゅ。何でもかんでもね、安易に民から、国民からむしり取ろうとすんな、非難合合でありました。米軍のドーベルマン第101空挺団4700名が、ルーマニア、ウクライナ国境から 1km のルーマニアに配備されることになりました。この部隊の欧州配置は80年ぶりだそうであります。米軍最強部隊と言われている、ここの移動にですね、各国の軍事関係者がどよめくと。アメリカ政府、トマホークミサイルや自爆型ドローン、フェニックスゴースト、かっちゃいい名前ですね。1100機など、合計約600億円分の兵器をウクライナに追加支援決定。ロシアは苦しいですね、これ。アメリカの本気、だんだん出てきた。前大統領、メドベージェフ。我々が戦っているのは、ナチスと麻薬中毒者。欧米から来た犬の群れだ。創造主が、まあ神ですね。神が我々に神聖な目的を与えた。地獄の支配者、サタンや大魔王の祖師だ。ウクライナはネオナチからですね。ウクライナは悪魔に設定変更したんで、多分そのうちですね、これは聖戦だとか言い出すんじゃねえのって、あのネットの予想が当たったみたいですね。侵略をですね、サタン討伐、大魔王討伐の神聖な目的とか言っちゃってさ、14歳がやって話、まあ中2がやって話なんですけどね。ネットの話、気が狂ったか、サタン、こんなにアホだったとは。ついに宗教戦争が始まったぞい、などとサタンが申しております。他者をサタン呼ばわりする人間や組織は信用なら、まあ統一教会なんかもそうですよね。首席エクソシストに就任したばっかだから、張り切ってるね。ロシア正教会によって、プーチンが首席エクソシスト、悪魔払い師に任命されたっていう、あんまりニュースになんないですけど、まああの日本のテレビ局は報道しねえんだろうな。その時も腹抱えて笑ったもんですけれども、今頃何言ってんだ。中世が、おめんとこだけ、中世、ヨーロッパ、魔女狩り時代なのか、腹抱えて笑ったんですけどね。まあロシアですよ、ロシアでは、2期連続で大統領をやれないため、当時はね、今はやれます。プーチンが憲法を変えちゃったから。大統領と首相をですね、プーチンとメドベージェフで交代にやってたんですね。つまりメドベージェフって第二プーチン、プーチンの影武者と言ってもいい。そいつがこんなこと言ってるんだよね。サタンだの、あの神聖な目的だの、聖戦だの、大魔王とか言っちゃって、なんですよ、あの、ドラクエとかやってんですかね。末期のオウム真理教の麻原がこんなんだでしたよ。サタンが世界を滅ぼすとか、米軍機が毒撒いてるとか言って、あの、尻滅裂でした。末期のオウムね。胸を、これに対して、なんか言えや。とうとうサタンだの、大魔王だの、言い出しましたよ。胸を、なんとか頑張って、こいつら擁護してみたら、なんか言えよ。その他ですね、ロシアを擁護してた連中も、だんまりしてんじゃねえよ。都合悪いのに苦しくなっちゃってさ。私は当初から、ロシアが負けて、鼻血も出ないほど弱体化して、北海道に攻め込んでくる元気も、ねえぐらいに弱れば、あの、国益だ、言ってますからね。どっちが正しい、どっちが、あの、悪いとか、こんなの関係ねえから、日本と日本人にとって、どれが得かっていう話ですよ。ロシアが負けた方がいい、日本にとっては。ロシアが、うまくいくと、調子こいて、北海道に攻め込む恐れがある。だから、ロシアが負けた方がいいと、私は当初から言っております。ネトラボアンケート調査、永住したい都道府県は、1位東京、2位北海道、3位神奈川、4位沖縄、5位愛知、まあ名古屋、ありますからね。6位大阪、7位千葉、8位埼玉、9位福岡、10位兵庫、静岡、京都、
13位、茨城、宮城、長野と、なんか北海道、沖縄以外はですね、人口に沿ってるな。1400万の東京、900万以上いる神奈川、愛知も結構いますよね。大阪800万、千葉600万ぐらいでしたっけ、忘れちゃった、800万ぐらいいたっけ。埼玉500万弱ですか。福岡も多いよね。なんか人口に沿ってるな、北海道沖縄以外はな。北海道沖縄以外はなんか突出してんで、風土とかがまあ憧れもあんでしょうね。以外は今住んでるとこでいいやっていうのを感じるな。人口多い都道府県が上位だから。それだとすると大阪は住民にちょっと人気ないですね。永住、大阪からいつか出て、どっか行きてみたいな、北海道行きてみたいな、あなたの住んでるところは上位に入っていたでしょうか。ベスト10で言うとまあこんな感じですね。東京、北海道、神奈川、沖縄、愛知、大阪、千葉、埼玉、福岡、兵庫、静岡、京都などなど、上位に入ってたでしょうか。ちなみにですね、北海道生まれ北海道育ちの私の母親はですね、雪の降らないところに住むのが夢だったって言っておりました。で、福島県いわき市、雪降んねえからね、年に1回ぐらいしか。まあ、東京と同じぐらいです。まあ、いわきに引っ越してきてよかった、みたいな。まあ、結婚を機に母親、父親と一緒にいわきに引っ越してきたんですけれども、まあまあ、成人するまでは、結婚するまでは北海道におってですね、雪で苦労した。まあ雪かきしないと家つぶっちゃったりしますからね。で、2位、北海道って書いてありますけど、北海道の自然は過酷ですよ。まあイメージだけで、北海道に住みたいなんて、言わない方がいいんじゃないのかな、私はちょっと思いました。というわけで、松戸市議選の選挙ポスター貼りボランティアさん、あとメール党員の皆さん、あと立候補者大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックするとバババババッと開きますんで、そちらからご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。